Quarantine Days in Japan, Day 11. Welcome to Delta. I'm at the World and Utopia Delta on Virtual Market 4. Today, I'll show you a booth called Henge Inarisha with the owner. Let's go. こんにちは。ヘンゲイナリ社のヒミコです。このブースでは、このアバター、水梨さんというアバターを配布しています。ここにあるアバターペデスタルで使えることができるので、ぜひ見ていってください。このブースは、この配布しているアバターの水梨さんの世界観をこう表しているブースでして、こう、今この姿を見てもらうと分かるように、こう大きい荷物を背負ってこう旅してるイメージのアバターなんですけれど、こう旅の途中でこのバス停にこう来たはいいものの、土曜日しかバスが来ないんで、ここで寝泊まりしちゃってるみたいな世界観のブースになってます。時代設定はそうですね、近未来っていう感じで、この文明が衰退した後の世界を旅してるんじゃないでしょうかね、きっと。年齢とか出身とかはあんまり考えてないですけど、まあ、名前的に日本人なんじゃないかな。一番苦労したところはやっぱり靴ですかね。すごいいろんな靴のデザインを見ながら考えて作ったので、頑張りました。まあ、やっぱりこのアウトドアなルックスですね。この今やっぱり外出自粛とかでみんな家から出らんないと思うんですけど、この格好でバーチャルの世界を旅してみるのもいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。Thank you for watching. See you next video. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.